今回はオールスター感謝ガチャ、引いていこうと思います。オールスター感謝ガチャって、まあ、結構闇なんですよね。まあ限定含まれて結構美味しいガチャだけど、まあ限定なかなか出ないみたいな感じで、まあ、結構闇なんですよね。まあで欲しいのがエビスとか、あとはまあかぶって許されるのはアムリタとかネオとかで、あとはアンドロとか欲しいね。まあそういう感じかな。まあ持ってないやつ、まあオールスター感謝ガチャは、まあマジで限定来たら勝ちみたいな、限定来たら、まあ、マジで勝ちだから、限定来ないとマジで負けなんで。お、これはさすがに、これはさすがにもう最後の最後にもう限定もらったでしょ。お、これはもう発言ね。お、マジで？いやここで限定引くのは結構でかいね。はい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 。お、ここで、お、ここで、ここでこれを引いていくのは結構でかいんじゃない？あれちょっと待って、あれ限定2倍引きは結構普通に当たりじゃない？これは。あれ、私の想像していたオールスターとはなんか違う。あれなんか違うんだけど。そんな感じで、まあ、限定2倍引きは結構当たりじゃないこれは。そんな感じで、いや普通にオリエンタルトラベラーズの限定と、あとは遊園の限定のやつをもらってくるっていう、これは結構当たりね。でしかもこれは水のやつは月曜日の長期局に使えるからね。いやこれは普通に当たりでしょ。いやこれは勝ったね。あーこれはね、いやーもうこれはもう神回ね。いやーそんな感じで終わります。ごきげんよう。